ガキなんていうものは、ほっとくと何してかすかわかんないからな。ちっとでも目離すと、とんでもないこと始めるだろう。俺、田舎育ちだけど、ガキの頃にさ、近所の子供で班を作ってな、高学年が低学年の世話焼いたりしてさ、学校に登校したりするわけなんだけど、 お祭りだの何だの言うとそういう学年のバラバラなガキが集まってワイワイやってたもんさある時何人かで6年生の娘の家に押しかけて遊んでたんだ俺らはまだ低学年だったしその6年生は姉子みたいに見えたなその子がいろいろと遊びの指図したりするわけさ その時そこにはさ姉子と姉子の妹で俺らと同い年の子の2人しか女がいなくてあとは男でな女の子がもっといればままごとみたいなことやらされたかもわからんけどそれじゃあ男の子の気を引くのは無理だとでも思ったのか姉子がいきなりこれから見せっこしようって言い出したんだ。 えー、何見せんの?」って聞くと「パンツ脱いで見せっこするんよ」ってんでか怒ったように言うわけさなんか新しい遊びかなと思って「いいよやろうやろう」とか言ったらさ「じゃああたしらが先にやるから待っててね」とか言って妹と隣の部屋へ入ってって襖を閉めたんだ。 何始まるんだろうと俺らもちょっとワクワクしてきてさ進むっていう八百屋の息子なんか鼻水垂らしながら、ええへえへえへ笑ってやがんだふすの向こうでなんか打ち合わせするみたいな話し声がしてしばらくごそごそやってたんだがいきなりふすが開いてな向こうの部屋に姉子と妹が並んで立ってんのよ。 昔はな男の子は大抵半ズボン女の子は膝丈ぐらいのひだの入ったスカートを履いてたんだが見ると別にスカートを下ろしているわけでもなく靴下も履いてるし普通の格好で立ってたんだじゃあやるからね目を凝らして見てんのよと姉子が言ってせーのはい 二人は片足になって畳の上でくるくる回転始めたのよ。するとスカートの裾がふわーっとまるでランプの傘みたいに浮き上がってな。パンツ履いてないすっぱらかのケツや股の筋がものに見えるわけだよ。思わずおおっとどよめいたね。進むなんか 目が点になっちまってもっとよく見ようと身を乗り出したりしてんだよ。妹の方は回転が下手くそでさほとんど何も見えなかったんだけど姉子はバレリーナみたいに2回3回止まらずにくるくる回るんだこれが。昔は靴下みんな河川だったからツルツルしてて畳の上でよく滑ったんだな。 姉子は観客の反応に気をよくして10回くらいは回ったんじゃねえかな。で、ようやく回り終わって、更新したみたいに畳に座り込んだ踊り子さんたちは、俺たちをねめつけて、さあ今度はあんたたちの番だからねとか言うんだよ。俺らはお互いの顔をうかがいながら、 仕方なく立ち上がってズボンを脱いだよ。まだ毛も生えてないカタツムリみたいなのをさ、お披露目しただけさ。姉子は下半身丸出しで並んでる男の子たちを順番に眺めてって、へえとか言って笑ってやがったよ。ほら、子供心に。 穴があったら入りたい気持ちになってずっと下向いてたわ帰る時「今日のことは内緒だからね」って姉子が釘刺したんだけどもこんな話家に帰って誰に話せるかってんだよでも結局これがバレちまったんだな妹の方が親に話しちまったらしいんだ おやじに張り倒されたよ。<music>